柱稽古編では毎回柱それぞれの大将こそこそ噂話を紹介していきたいと思います。伊之助くん、この割れたガラスどうするんですか？でもよ、目いつも前向きなのは伊之助くんの良いところですが、やってはダメなこともあります。ほら、腕を上に手当てしてあげますから、もうこんなことしてはダメですよ。ほうほう、しのぶさんは厳しいところは厳しいけれど、思いやりあふれる人なんだ。この前の中合会議でも、かんろじさん、ありがとう。どういたしまして。以上、大将こそこそ噂話でした。次回第2話、水柱富岡義勇の痛み。